最初に比べるとだいぶ首も緩んでますね。うん、痛そうですね。痛いです。ここはね、思わず息止めちゃう。痛すぎる。この辺はどうですか？これぐらいは。あそこは大丈夫。はい、痛い。これは痛い。そうですね。多分この後頭部に関しては結構この辺もちょっと入るともう痛いですかね。ああ。ですか、そういう映画、まあ、まだ試写の段階なのでたくさんの人が見たわけではないですけど、うん、反響とかありますか？なんかちょっと変わったこととか。あ、でもやっぱ一番最初にもらった感想があんまり良くなくて、え、そうだったんですか？そうなんです、なんかちょっと濡れ場が多すぎるとか、なんか私が太ってるとか、ほう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 、そういうなんかネガティブな感想だったんで、ちょっとあ、この映画もしかしたらうまくいかないかもなと思ったけど、結構それ以降はおおむねなんか演技がなんかすごい自然でよかったとか、あ、私それ思いました。あ、本当ですか？なんかあの本当にモンハさんが、うん、自然で可愛いなと思いました。あ、本当ですか？はい、うん、なんかそうですね、やっぱ演技してるなって思われたらなんかやっぱ作品として良くならない。はいはいはい、まあ、どうですか、少し暖かいですか？暖かい、はい、暑かったら言ってくださいね。はい、で、そう、最初のご感想っていうかちょっと悪い反応っていうのはどこで出てたんですか？なんかもう身内からなんですけど。あ、身内から。はい、へえ、厳しいなと。そうなんですね。なんかまあ私はそういうシーンが多いのは、うん、もうそういうものって最初から思ってたので、うん、まあ全然逆になんかずっとそういうのではなくて、そうですね、ちょっとそのなんか微笑ましい部分だったりとか、うん、まあ、うん、もあるので、うん、そこまでなんか過激な感じではないなと思いました。ああ、うん、うん、やっぱりなんかそういう映画を見慣れない人から見たらちょっとなんか嫌がる人多いんじゃないかとか、そういう意見も出たりしてて、ああ、確かにちょっとこう、うん、いかにもって感じで、こう音とかはそうですね、まあ、あの見慣れない人からするとちょっと、まあ、下品な感じとか思うかもしれないですね、うんうん、でも多分そこまで感覚が普通な人はこの映画に行き着かないと思うから、まあまあまあ大丈夫だと思うんですけど確かに、まあ、あの、まあその辺の流れを知ってるというか、うん、そういうのを見たことがある人間からしたら、うん、うん、多分そんなに顰蹙っていうふうにはならないような、うんうん、私は別に普通に見れました。結構まあ、うん、か、面白く、まあ、途中からになっちゃったんですけど、うん、あの行き着かなかったので、あの書いてある場所ので行った時に。違っちゃったので、
あ、そうなんです、はい、でもなんかこうちょっと、うん、なんだろう、なんていうのかな、なんかある種ロマンチックっていうかほのぼのしてる感じも結構ありますよね、うん、そうですね、その辺は黄色いさんのキャラクターなのかな、うんうんうん、割と、うん、まあシーン自体は大人向けなんですけど話の筋自体は全然、うん、ね、なんかむしろ、うんうん、ピュアな感じっていうか確かに、いや、やっぱちょっと学校に忍び込みたいなとは確かに思ったりしますよね、もう私はそういうあの、うん、夢見る心が本当ですか、なんか急になんかこう、はい、あでも好きな人と入るとかだったら楽しいかもしれないですね、あとは思う、はい、あとなんか大人になって学校が夢に出てくると、あなんかちょっとまた母校に訪れてみたいなとか、えー、私は思いますけどね、結構そうなんです、え結構いい思い出があるんですか、いや思い出っていうかなんだろう、はい、なんか学校って建物とか結構独特じゃないですか、うんうん、あ確かになんか入りたいなとか思っちゃいますね、いい思い出は全然ないです、あ本当ですか、そう私もいい思い出がないから行きたいって思わないのかなと思ったんですけど、うん、あと私なんかやっぱ、うん、学校の階段とかそういうの好きだから、あちょっと怖い、私は怖いの苦手なんですよ、あそっか夜はじゃあダメですね、ちょっとなんかいや怖そうだからいいなみたいな感じですね確かに古い小学校とか絶対怖いですよね、いや怖い怖い、なんかすごい影とか、うん、それが怖そう、あと非常階段のあの緑色のなんか照明が怖いですね、あ怖いですねうん、怖い、いややっぱあと何が怖いってやっぱなんか、うん、生きてる人間の方が怖いので、うん、あのなんかその誰もいないのをいいことに、うん、別の人が私が入るところを見て、うん、なんかそうそうなんか殺されるじゃないですけど怖いですね、学校の殺人事件ってやばいですねいやなんかわかんないけどなんかそういう人気のないところに入ると誰かが見てて、うん、そうそうそう、なんかされるんじゃないかみたいな怖さはありますね、逆にそんな場所だと足がつかなさそうですもんね、そう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 、なんかちょっとそういうのはこ怖いですね、変な人が来ることが怖い、うん、あ分かります階段が怖いとかよりかはそうですね、そうなんですよね、暗闇は誰がいるかわからないから怖いそうですよ、ね、だからなんか治安悪いところで一人暮らしとかも怖いですよね、うんうんうん、怖いですね、